パルトネーは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドゥーセーブル圏のコミューン。パルトネーは、トゥアル、ニオール、ブレシュイールといった都市から道路で 20km から 30km の距離にある。最も近い大都市は、ポアティエ、アンジェ、ラロシェルである。パルトネーは、ドゥーセーブル圏の位置、サンゴシメルガティヌ、ポアトバン地方の中心とみなされている。 サンジャック門と、八十一世紀初頭にパルトネーの名が現れる。現在もある、パルトネーイコールルイコールビーの集落を指していると思われる。最初のパルトネー領主は、ボルドー大主教を先祖に持つことを誇りとしていた、パルトネーラルシュベック家であった。代々のパルトネー教は、権力のある貴族で、ポアトゥーの大事な部分を管理下に置いていた。主君である、 フランス王やイングランド王に対してパルトネー教が反乱を起こすことをポアティクは容認していた。クレルボーのベルナルドスとアキテーヌ公ギヨーム10世が対立教皇を追認する会談を行ったのはパルトネーである。パルトネーはフランスのサンティアゴデ・コンポステーラの巡礼路の宿場長であった。このために要塞化された門を備えていた。 現在も良い状態で保存されており、サンジャック門と呼ばれて、コミューンの象徴となっている。中世のパルトネーの動脈とも言える大通りが、ボーサンジャック通りである。この通りは、要塞の門につながっており、要塞化された第二の門へと向かう。パルトネーの巨大な要塞は、パルトネー領主が進化として使えるイングランド王の財政援助で建てられた。1415年。 イングランドと同盟するブルゴーニコージャン一世の味方をしたために、領主ジャンド・ラルシュベックは、領地を没収され、後に、フランス元帥及び、ブルターニコ・アルテュール三世となるアルテュールド・リッシュモンに与えられた。しかし同年のアジャンクールの戦いで、イングランドの捕虜となったために、ラルシュベックの抵抗もあり、実行支配を獲得するためには、時間がかかった。リッシュモンは、 捕虜解放後に、要塞機能を強化したが、城は、死後に、ルイ11世によって取り上げられ、1486年に、デュノワ・ハクジャンド・デュノワに与えられた。アンシャン・レジーム時代、パルトネーには、多くの教区があった。17世紀、パルトネーの領主であったのは、リシュリューのいとこ、ラ・メイユライエ公爵家であった。彼らは、パルトネーの病院を刷新し、 メイユ誉イエ城に住んでいた。フランス革命期、パルトネーはほぼ、ルーセーブルの県とであったが、特権は後に、ニオールへ戻された。青葉と白葉に分かれ、コミューン支配をめぐって争いが起きたが、結果として、共和派が優位であった。地域経済は、昔から、繊維産業と川在庫、牛の売買で占められてきた。19世紀には、陶器生産が始まっている。 その後機械工業が定着した。19世紀には町の大きな変化があった。要塞の門と城壁の一部が取り壊され、町一番の広場が整備された。少し遅れて1882年に鉄道が敷設され、駅周辺に新たな町が作られた。1945年以降、都市の拡大が進み、自治体の施設やインフラが整備された。ガティヌ地方の 小さな中心として、町は、産業の危機と農村部の高齢化に苦しんでいる。ソースイコール LDH, イヘス、カシニー1962年まで。1968年以降は、INSEEHAT, リーセンスメントデラポピュレーション AU1ER ジャンビエ2006。2010年11月2日閲覧。ノーティスコンヤナリーデパーサニー。 2010年11月2日閲覧。パーサニーエベリューシオン・イストラクチャー・デラ・ポピュレーション。2010年11月2日閲覧。ありがとうございます。